はい、こちらはですね、アクシス、グランドアクシスですね、こちらの、今回ブレーキパッドの交換を、させていただきます。ですね、前回リアタイヤを交換、した際にですね、ちょっとこう確認したところ、もうブレーキパッドがもう、摩擦材の部分がもうなくて、ほとんどもうプレートだけになってたんですね。それで、これ早く変えないとまずいですねっていうことで、で、まあ、実はディスクももうガタガタなんですが、ちょっとね、ディスクは次の機会ということで、今回はパッドだけを交換させていただきたいと思います。ちょっとね、見えますかね？ちょっと見づらい、わからないですかね？ちょっとまあ外してみれば、ああ、こんな状態かってわかるかと思います。それではね、ちょっとこれ外していきたいんですけども、マーキングしておきますか。12ですね。で、こんだけディスクがガタガタなので外れるか、キャリパーがね、すんなり抜けるかどうか。ネジロックが塗ってないみたいですね。ここのバンドも外して、とりあえずパッドはこんな感じです。わかりますかね、摩擦材がもうないですね。そっちね、剥がれちゃいましたね。で、まあ、こういうことですよね。なかなかね、こういうのは。そしてあれ、こんな感じですね。これあれですね、うちで用意しているグランドアクシスとパッドと形状が違う。交換できないですね。なんてことですか。ありますよなんて言ってね、なかったですね。どうしましょう。はい、これ同じのか。ちょっとこれは困りましたね。困りました。はい、ちょっとね、いろいろと面倒なことになってしまったので、今回はちょっとここまでですね。とりあえずご連絡をして、パッドがない、ね、パッドないって言ってもこれじゃねえ、また戻して乗るわけにいかないですよね。はい、ちょっとね、一時ちょっとこれ中断で、いろいろ考えてやりたいと思います。失礼します。